こんばんばは、ヒロピです。今回は動きを解析ビヘイビアを m「m フレアというプラグインを使った作例でご説明いたします「m フレアにはたくさんのテンプレートが用意されています何もない状態からオブジェクトを追加して自由に作ることもできます M フレアを選択して右クリック、リッ位置を編集ツールを選択しますツールパレットでは項目を調整という名目になっていますこのツールにするとオンスクリーンコントロールが表示され各項目をそれぞれ個別に編集できるようになります M フレアの情報 ブレンドモードをスクリーンに変えます。フレアの位置を決めます。葉っぱの明るい部分に光が当たっているように見える位置にしました。これにマッチムーブを適用するとどうなるか試してみます。マッチムーブのソースを確認すると、 下にあるオブジェクトの蝶々の画像になっていますミツバチのクリップの葉っぱの部分を追いかけるようにしたいのでミツバチのクリップを指定しますドラッグアンドドロップしますトラッキングポイントを葉っぱの解析しやすそうな場所に移動します解析します 再生して確認します一応葉っぱの動きに合うようになりましたブレンドモードを通常に戻してみますこのようにマッチムーブですと M フレア全体を移動してロックする形になりますので画像の切れる部分が出てきてしまいます ということで、この方法ですとうまくいかないことがわかります。マッチムーブは削除します。ブレンドモードをスクリーンに戻します。M フレアは位置を編集ツールで個別に移動できるということを説明しました。M フレアのインスペクタを確認します。いろいろな設定項目がありますが、 光の光源だけにトラッキングデータを適用することで対応することができますそれを可能にできるビヘイビアが動きを解析ビヘイビアになりますこれをミツバチのクリップに適用します使い方はマッチムーブとほぼ同じです トラッキングポイントを指定して解析します今解析したデータは動きを解析ビヘイビアに保存されていますのでそれをいつでも呼び出すことができる状態になっていますそのデータを M フレアに読み込むという作業を行います光の光源の位置の移動は このライトという項目になります。この項目を右クリックして、パラメータービヘイビアのトラックを適用します。このビヘイビアのソースとして、先ほどの動きを解析ビヘイビアを読み込みます。 再生して確認しますミツバチのクリップにはスタビライズビヘイビアが適用されているためその影響が出てうまくいきません M フレアもスタビライズを適用した形の動きになってしまっていますこのままだとうまくいきませんのでミツバチのクリップにスタビライズを適用した状態で一旦書き出します 共有、ムービービを書書きき出出す。す。ディスクトップに書き出します今まで作業していた部分を非表示にして新規にグループを作成しますファイルブラウザから今書き出したクリップを読み込みます このクリップを使って先ほどと同じ作業を繰り返します。 これで完成になります。